ゃんと無邪気、無邪気のものはなしではなく夢と書きます。ちっちゃい時から私大阪なんで、お正月言うたらこの近くの住吉さんお参りしてました。で、25日になったら天神さんに連れて行ってもうて、字が上手になりますように、勉強できますようにって言ってお参り行ってました。神さんっていうのが遠い存在やのうて、すぐ近くにいてはってずっと守ってもうてるってちっちゃい頃から思ってました。なんか悪いことしたら神さん見てんで、お天道さん見てんでって言われたりしてます。今の若い人はそんな言葉があんまり通用せんのかも分からへんけど、どっかで神さん守ってくれたんねんなって思ってます。その神さんがこうやって人が集って歌ったり踊ったりする、にぎやかに過ごしてる、みんなが楽しそうにしてるの、神さんはすごい喜びはるって聞きました。それで毎年毎年こうやって西成でお祭りをさせてもらってます。その感謝を込めて、で、神さんに恥ずかしくないような生き方をこれからもしていきたいなという願いを込めて、夢天神踊らせてもらいます。ご声援のほどよろしくお願いいたします。